走る馬上から矢を射ることを騎射と言います。特にこの騎射、やぶさめ、かさがけ、犬王物は騎射三つ物と呼ばれていました。やぶさめは一方に馬を走らせ左に置かれた三つの的を言います。かさがけは馬を往復させ、あともいろいろなところに置かれます。やぶさめと比べてかさがけはより実践的な仕様です。やぶさめは神事で下鴨神社などでも行われています。このかさがけを神事として行っているのは亀鴨神社のみということです。亀鴨神社に着いたのは2023年10月15日午前10時28分、一般観覧席入場受付開始の1時間前に到着しました。早速並びます。お願いします。はい、ありがとうございます。無事最前列をゲットしました。かさがけ開始は13時。それまでは神鴨神社の境内を回りましょう。かさがけ神事の馬場は1の鳥居と2の鳥居の間の芝生広場。コースにロープが張られ、的を置く場所は滝洗いで囲まれています。低い位置に置かれた的もあります。この角度難しそうですね。2の鳥居手前の新芽社では新芽の高山号が参拝者から人参をもらっていました。この子の今日のお仕事は人参を食べること。美味しそうに食べていました。二の鳥居を入って右側、学の屋ではかさがけと比べ馬の相続の展示が行われていました。矢の先、矢じりじゃなく面白い形をしていますね。これは神事が血を射むからということです。乗馬は武術でもあるので、太刀は必須のようです。音殿の前の縦綱は森塩の原型と言われています。細殿の裏の長寿社には、ゆるみくじのカラスを使った長玉が。楼門から中門に参拝者の列ができていました。たくさんの絵馬が掲げられている片岡社、ここは源氏物語の作者紫式部もよく通われていた場所です。絵馬には片岡社での情景を詠んだ彼女の和歌が記載されています。一の鳥に戻ってくると、かさがけに出走するお馬さんたちの準備がほぼ完了していました。みんななかなか似合っていますね。かさがけ神事の式次第として、出陣、かぶら屋奉献、願文奏上、名言の儀、天長級の式、八代ぶりの式が招待観覧席の前で行われ、その後行軍で馬場を進みます。
諸役の方々と騎馬の車種の方々が馬場を行軍されます。そして素走りで車種は馬場を駆け抜け、その後砲車、強車と進み、凱旋の式、名来で神事が終了します。諸役と車種の方々が行軍されてきました。車種の方々の車庫手の家紋が輝いています。ここから素走りです。放射が始まります。的中しました。残念。砲車の的は四角い板です。砲車が終了し強車が始まる前に突如の雨、雨の中で車種の方々が果敢に強車に挑みます。強車の的は丸い土器的に変わります。命中すると土器内の五色の紙が舞い散ります。雨の中では難しそうです。強車の袋の的は低い位置に設置されています。こちらは動画でなく静止画で撮影。残念。こちらの方は騎乗の姿もかっこいいですね。強車が終了し、招待観覧席の前で外陣の式と名来が行われ、神事が終了します。一般席からは見えませんでした。憲法2年、1214年、後鳥羽上皇行幸時に実施された笠掛け、その笠掛けが復活したのが約800年後の平成17年、2005年。そんな貴重な伝統文化笠掛け、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、役に立ったなと思われましたら、チャンネル登録、高評価のボタンをクリックよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ややでした。